でもまだいつかしか経ってなかった。甘酒、ま、じゃんみおこっちも来てくれてありがとう。寄り道してしまった。あら、どこに寄り道していたのかしら？めっちゃさすぐ始めた。あケけしお疲れ様です。こんばんは。みんな優しいちゃんとこっちも来てくれて嬉しい。 嬉しい嬉しい今日はねあのライブがなかった配信ライブだったしミオはお休みだったんですけど配信ライブだったからねみんなに会えてないから寂しいね早くみんなに会いたいパンダさんが引き続き寝ております起きろ起きろポコスカポコスカ <laughs> 起きろ起きろあっタルマルちゃん 食べた。なんかラーメン。お蕎麦お蕎麦だけどラーメンみたいな。銀座ヌードルなんだっけ？ちょっと店の名前忘れちゃったけど、めっちゃ美味しいの食べたよ。なんだっけ？なんとかとなんとかっていうお店。今度乗っけるんだ。カずさんこそこそいらっしゃーい。でもいつか回ってなかったら遠い過去だよ。ポロポロ。 涙ポロポロねっくゆりちゃん会いたいゆりちゃんの可愛いお顔が見たいなー <laughs> 紫っむらがいるこのあ今やってるのかそっかそっかみんなお疲れ様だねこそこそもうねかずさん寝るのえカズさん今日さあさやさんのさあアべた見に行ってたんだよね多分見てたねどうだった みーこんばんざいこんばんざいこんばんざいやほやほあジェえミねみーはあれだね横浜ランドマークだっけあれはぶりだね元気にしてるチキンラーメン違うチキンラーメンはチキンラーメンちゃ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 ってやつ違うなんかそばなんとかとなんとかっていうそばおそば有名みたい 美味しかった。え、気になるみよみよ。気になるみよみよ。嬉しいみよみよ。みよみよって何だろうって。嬉しい。やったね。なんか配信とかさ毎日やってるからいっぱい見に来てね。なんとかとなんとかっていうお店名わからない。えそうなんだっけ？銀座ヌードルなんとかとなんとかっていう名前のお店。 で、お蕎麦の上にハマグリと鶏鶏チャーシュー鶏とが乗ってるお蕎麦めっちゃ美味しかった新橋で食べた新橋新橋じゃない日本橋で食べた <laughs> 橋間違いだそうそう改めてごめんなさいゆしとくんゆしとくん明日は 明日はどんな格好してるかななんで知ってるんツイッターで見かけたそうそう行ったんだと思っていいなってあアーチャンミーメロンパンありがとう甘いものが食べたくなる時間だねお腹すいた今日ラーメン3軒行ったえすごくない ?3 軒はしごしたのめっちゃ食べてる美味しかった何ラーメンだろう ついにはそれら気しきのはのせたけどそうそれはねたまたま見かけたんだよ見かけたいいなーって月曜日は行くよおわ日曜日はおからだと相談中ですえっゆりちゃん日曜日めっちゃ来てほしい <laughs> めっちゃ来てほしいえでも月曜日 全員で出るからめっちゃ大人数日曜日はあのー、遠征に行ってないメンバー11人で出演するからそう日本橋とかねめっちゃ出るよ塩金もめっちゃ出るみおちゃんめっちゃ歌うわわわわわわ今日からみおちゃんズえ本ほんとに みおちゃんズがなんか動物園になってるみおちゃんズたやまるちゃんみおちゃんズ本当に本当に嬉しいぞ嬉しい卵と私みたいなえでもなんかそんな感じあカブじゃないななんだっけなうわなんで出てこないんだろうさっき調べたんだけど今度ツイートするからね待ってて。 そう卵と私はオムライスだね美味しいよねえーめっちゃ美味しそうそうなのハマグリとね鶏がねめっちゃ分厚くて美味しかった鶏そばだよね鶏そば鶏そばのお店なおくんこんばんざいなおくんもあさってあ日付変わったから明日会えるね楽しみちゃみよ6月まで休みとえーそれは涙出ちゃうそっか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  大丈夫でも6月ご飯しようご飯しようそう新潟でねご飯食べよう楽しみだ舞台楽しかったよかったーいいなあなあさ,さんめちゃめちゃさ練習とかお稽古頑張ってってさライブとかもいろいろあったけどさ寝ながらやっててねすごい今日はさやさんの舞台を見てきますあっナくんも言ってたのかか とんこつラーメン魚介の醤油ラーメンえすごい全部がっつりだいいな魚介の醤油ラーメンが気になります <laughs> 日本橋はかぶっちゃってるんだよなそっ,かーそっかそっかそっか日本橋はね日本橋はみおちゃんが嘘でしょっていうことをするのでちょっと取りこぼしですねこれは <laughs> またいつか またいつか楽しみにしていただきましょう。<laughs> え、でも、他のやつ。え、白金もやばいし、パレスあれか。え、そう、アイドルテーマパークもめっちゃやばい。めっちゃやばいとか言ってね。<laughs> すごいから。楽しみにしてて。黄色待ってる。はしご。銀座八丁目店え、違うな。はしご なんだろうそれ。ラーメン屋さん気になるはしご、調べてみよう。やっぱり舞台って最高です会場が暗くなったら、涙を浮いてました <laughs> そっかそっか。え、ちょっとね、行きたかった、本当に。なんかメンバーがそうやってお芝居とかしてる姿をさ、見たことがないから、すごくすごく気になるし、見たい。いいな、みんな。 も麦とオリーブあの銀座と日本橋にあるお店それ食べたそれ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 あ美味しかったよ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 かったえー、日曜日は夜勤夜勤なのかそっかそっか大変ゆりちゃん夜勤してるの体には気をつけてね心配しちゃうみおちゃん 白金だけなんだよねつーえでもね白金がねまさかの25分枠だったのそうだから25分枠で11人で出演するからミオは25分でずっぱりみたいなことになるかもすごいかもすごいかもえー、でもゆりちゃんの体も心配になっちゃう無理せずね らと相談で明日は順調に行けば病院からの神田からの江戸川橋からの新聞塾 <laughs> すごいパンダさんがパンダさんが東京を駆け回る一日だね明日病院は大丈夫体悪い大丈夫かしら神田ね間に合うといいなしかも間でさ舞台行くんだねもう素晴らしい 充実じゃあ明日超充実絶対楽しいことになるあ。こんばんは。デレデレかつきくんこんばんは。あはげラーメン食べたい。今日大そば食べたの。そう。美味しかったえ。そこのお店行きたいところえ、本当に。<laughs> 美味しかったえ鳥が本当に美味しかったそんな話してたらちょっと深夜だけどお腹空いてきちゃったけどよくわかったなねなんとかとなんとかな。<laughs> すごいよくわかったそう美味しかったよパンダさん無理しないでよだって <laughs> アスキッチさんがアスキッチさんがね言うてるアスキッチさんやほやほ。みおちゃんだよー ゴールデンウィークいっぱいあったね嬉しかったおはようございますおはげキングさんおはようございます明日鹿児島ラーメンを食べにえー桜くらめるじゃん美味しそう鹿児島ラーメンどんな味なんだろうラーメン食べたいしっぽふりふりいらっしゃい鶏そばうまそうえそう美味しかった結構さっぱりあっさりしててでもスープはすごい透明感があってあの風味があって美味しかった 4時間くらい寝てたのにあんにえ今起きたのこれから眠れなくなっちゃうやつじゃんそれバドラキュさんじゃあ見揚よハートバドラキさん会いたかった今週末楽しんでね名古屋ライブミオちゃんの気持ちまで飛んでく飛んでくレンレンまた来たよありがとういらっしゃーい俺は頭が悪い 数学学年最下位を3年間取り続けるくらいえそうなの本当にそんな感じしないけど最下位3年間は逆にすごい MVP だよ拍手拍手錬錬さんだってあやだ変えちゃうのでもそしたら錬錬が妙になるささんクーさんに似てるなと思ってたさ紗さんのツイートを見て。 やっぱりそうだったと気づきましたそうなんだよそうなのそうなの見に行ってたのねいいなぁみおちゃんのために元気でいるぞ嬉しいみおもゆいちゃんが元気で楽しんでいてくれるのが一番嬉しいでもゆいちゃんに会えたらそれはとんでもなく嬉しいお、やりますかはーいだって <laughs> もしかしたら僕の隣の席は笹さんだったと思うえそうなのお隣だったのそれはドキドキじゃんあれゆウがこれなんの顔 <laughs> 難しい顔だこれはあと明日江戸川橋からうささんと飲みますえあそこ行ってさそれはうささんとさとりあえず一回新宿レニーニーに来よう 川橋から近いから新宿連に来てライブ見てそっから飲もうそれがいいと思うただいまあっ入れ替えっこしたラーメン屋めぐり溜まってきちゃった溜まってきちゃったちょっとそれはいっぱい行かないといかないと行かないと,ないと横浜のも紹介したしあと4時間くらい寝たい6時ごろ起きれば仕事にちょうだあ じゃあミオの配信見てその後寝ればちょうどいいでレレ,レレレかなツイッターじゃ一切そんな感じしないと思うけどでもなんか伝わってくるから克樹くんは本当はすごいミオのこと好きなのかなみたいな昨日も一緒にツイートなんか見たしそう嬉しい